縛りプレイと別に、イチロー、松井モデルの選手を探しつつ、いろんな選手を育てていくシリーズ。自由にプレイしているデータを使い、弱肉強食の中で一生を送ってもらいます。まずは、24歳で FA 加入した、斉藤隆之からいきます。なるべく結果を出した選手を優先的に取り上げますね。他球団からの加入選手は、成長がうまいようで、しっかり完成していました。即戦力として使うつもりだったので、早速主力で起用、程よい結果を残します。入団3年目、さらに成績が上昇、146打点をマークします。28歳、限界突破もないままキープ。3割1分台、20本を2年連続で記録します。30歳、チャンスが S となります。しかし、成績がこれで上がるということもなく、さらに2年積み重ね。衰え始めたところで、レギュラー剥奪となり、33歳で退団していきました。通算成績は、3割1分、236本塁打、1101打点、1434安打、112盗塁と、バランス良い中距離ヒッターという感じでした。守備もよく穴がない、当時の良い現役選手でした。次は加藤秀治、実在する昔の選手で、現実では2055安打、347本塁打打っているすごい人です。25歳の時に FA で加入、すごい能力ですが、知らなかったので、30歳前後で引退していくんだろうなという認識でした。ほぼ完成した状態で入団し、翌年から高打率をマーク、早速首位打者になります。入団2年目、シーズン安打数の記録を更新。3割7分3厘と、一人ずば抜けていました。28歳、限界突破なのか、対右投手の高打力が S に到達。3割6分台、40本を打つハイレベルな2年間を過ごし、さらに、30歳には、3割8分まで上昇します。しかもその高打率を、4年連続で記録する、恐ろしい選手。34歳、まだ衰える気配はなく、この年は、3割7分4厘と、まだ積み重ねます。35歳、万世なら衰える頃ですが、まだキープ。再び3割8分台を記録します。超万世のようなので、36歳もそのままで、3割7分5厘を記録します。問題は衰えてからどうなるか。37歳、まだキープし、3割7分8厘をマーク、通算記録の更新も狙える領域に来ていそうですね。38歳、いよいよ急降下が始まります。さすがに成績も急降下しますが、3割台をキープ。そして39歳、一気に衰え、さらにシーズン中も下降していったので、一軍出場はなく、この年限りとなりました。通算成績は、3割6分7厘、588本塁打、2568打点、3040安打、459盗塁と、凄まじい記録でした。首位打者12回も取るっていうのは、さすがにヤバすぎます。いろんな記録を残しました。まずは、シーズン最多安打。シーズン打点で、2度ランクインし、通算安打は、惜しくも張本さんに届かずですが、3000本達成。王さんは、過去動画で出した数字ですね。ホームランもランクイン、実質3位ですね。打点もランクイン、現実の記録だけで比べてみれば、
ダントツの1位という記録になります。次は、抑えの外国人選手です。読み方がわかりません。守護神として期待し、早速20セーブをマークします。28歳、さらに能力が成長、すごく抑えてくれそうです。この年はフルで投げ、33セーブを記録。29歳、頭打ちとなり、ここからさらに成績を積み重ねていきます。2点前後で、好成績を残していきます。32歳、緩やかに加工し始めます。緩やかなので、さらに2年ほど、守護神として活躍。34歳、まだ健在でしたが、この年は中継ぎで投げ。35歳、持ち直し、チーム事情によりもう1年守護神で投げます。しかし、入れ替えということで、この年限りとなりました。防御率は 3.01、15勝、18敗、211セーブと、終始安定した成績で締めてくれました。結構リストに乗ってくれたりすることが多かったし、安定もしてるし計算しやすい選手というイメージでした。そして藤原光則、野球つく通では結構抑えてくれるイメージがある選手です。FA 加入ということで、即戦力として期待しましたが、1年目は5点台。23歳、変化球以外が頭打ちとなっていました。しかし、中継ぎで4点台、難しい成績です。厳しいかと思った24歳、防御率 2.90 でブレイク、ようやく結果を出します。25歳も防御率がチーム1位となり、その後は、いろいろなところで投げ、安定した成績を収めます。そして28歳、一気に衰えが始まります。成績も急降下し、この年限りで退団していきました。野球つく2003でも輝いてくれたのでよかったです。1年で一気に衰えるので、27歳まででしょうね。通算成績は、防御率 3.47、78勝、22敗、7セーブでした。防御率的にはまずまず良いと思います。通算成績は、防御率 3.47、78勝、22敗、7セーブでした。防御率的にはまずまず良いと思います。